はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画34回目はバイスクルロービジョンです。これね、ちょっといろいろ探したけど発売日が全くわからないですが、かなり前からあったと思います。そして今発売しているロービジョンとは少しパッケージデザインが違ってるみたいですが、これはオハイオ製の昔のバージョンのロービジョンです。それでは開封していきたいと思います。箱を見ていきます。ロービジョンプレイングカード、ここを訳すと目の悪い人でも見やすいように再デザインしましたって書いてます。で、横面これ初めて見ますね。スムーズフィニッシュで書いてます。 US プレイングカード仕様のシンシナティオハイオですね。古い方なんで、で通常はここ書いてあるロービジョンって書かれてますね。クロージャーシールは青です。こういうデザインってことですかね。かなり大きな表示ですね。バックデザインの方がこれじゃちょっと分かんないんで、当ててみないと分からないですね。下面はバーコードとバイスクルロービジョンのロゴが入ってます。それでは開封していきます。で目を入れました。フラップがちょっとね、硬いですよね。お、見たことのない広告。カラーコード、この初めて見ました。このカードに使われてるカラーがなんか説明入ってますね。当時発売してたバイスクの種類の一覧表ですね。あ、これバッグになってるんだ。あ、なんか逆に新鮮。なんだこの表示。面白い。ロービジョンって書いてますね。おわ、これもう普通のカードでも全然違うから面白いわ。遊ぶにはいいかもしれないな。絵札がないんだ。全部マークなんだね。逆に言うとなんか今もう全然こんな違うのっていうのね、キャラクターデザインものしかないので新鮮な感じです。色合いが全然違うね。なるほど、それでカラーコードがついてるんだ。あ、なるほど。スペードがブラックでダイヤがグリーンで、こうハートがレッドでクラブがブルー、全部マークによって色が分けられてるんだ。これかなり見やすい。あ、9が下に線が引かれてます。ああ。でハート、ハートが赤っていうのはね、わかるけど、ダイヤが赤じゃないのか、なんか不思議な感じ。わ、おっきいな。この違いがないのはスペードのエースだけっぽい感じ。ジョーカーが1個、マークが4方向になってるやつと、通常であればエクストラジョーカーの小さい表示のジョーカーが普通っぽいジョーカーになってます。で説明と広告が2つと、あとは通常のカードですね。最近ではちょっとあんまりない感じの硬いカードになってます。じゃあ KY線のスタンダードと比べてみます。そんな違いもなく1枚分だけ厚みがあるみたいです。滑りやすさは、まあ、2000年代中頃、2005年ぐらいのスタンダードぐらいの。ジャッパルを入れてみます。あ、ちょっと開けたては入りづらいのかな。そのままの状態だと入りづらいんで、いわゆるトラディショナルカットではないのかな。ち
ょっと入りづらいです。バイスクルロービジョンの旧バージョンを開封しました。表示がこんだけ大きいのがね、なかなか新鮮な感じがしました。で、このロービジョンなんですけど、今の新バージョンのロービジョンも含めて日本ではかなり手に入りにくくなっていて、売っていてもものすごく高額になっています。それでは、ジャンル分けします。ジャンルはゴールドスタンダードっていう感じでもなくてね、ちょっとジャンル分けが難しいですね。まあ、ゴールドスタンダードのトラディショナルカットなしバージョンみたいな感じです。で、ジャンルなんですけど、まあ、デュラーデックじゃあデュラーデックですね。あと特に何かあるわけでもなく、ただ今はこうプレミアがついてるっぽい感じがします。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。